こんにちは、カピーでーす。はい、今日はですね、ちょっと後ろで子供が寝てるので、今日は控えめにやっていきたいなと思います。今日は私への質問を募集させていただきまして、で、YouTube のコメントを中心にそれぞれの SNS でね、皆さんが質問をいっぱい投げてくれたので、今日はそれについてお答えしていきたいなと思います。ではレッツゴー。はい、でちょっとリプトンを飲みますね。今回はですね、やっぱりベースの実技というか、ベースの機材のことや実技のことも質問が結構いくつか来てたんですけども、こうやって口頭でお答えできるものを中心に今日は答えていきたいなと思います。では行きますよ。1個目、一番好きなジャンルは何ですか？はい、一番好きなジャンル、難しいですね。なんか多分もう私の YouTube をご覧になっていただいている方はわかると思うんですけども、私は、はっきり言って嫌いなジャンルとか苦手なジャンルがなくって、もともと私父がですね、ハードロックバンドのボーカルをやってたんですね。全然その趣味というかでやってまして、でなので、お父さんが結構ハードロックとかロックやっぱ中心に好きで、でそれプラス、ジャズで言えばジャズだとオスカー・ピーターソンとか、あとはマイルス・デイビストランペッターのねとか、あとやっぱフュージョンですよね、カシオペアとか、あとなにわエクスプレスとか、もうそういう本当にいろんなジャンルが好きで、であと AOR とかか、そう AOR、 こういう時出てくるあ、トトとかあとエアプレイとか、あとあれだ、こういう時出てこないんだけど、まあいっか、とりあえずいろんなジャンルが好きなんですね。そうなので、結構やっぱりちっちゃい時から車の中だったりとか家の中ではたくさん音楽が流れてて、もう自然にその中で育ってきたので、私自身もなんか本当に聴いてないジャンルがないぐらい本当にいろんな音楽が大好きです。そう、その中で私自身がね、そんな環境の中でもやっぱ一番好きなジャンル、そうだ、私ラテン好きなんですよ。そう、聴くのも好きだし、あと演奏するのも大好き。こうサンバビートとかね、ドゥンタダンドゥンタダンドゥンタダンとか、私のソロアルバムのグルーミンボックスとか聴いてる方わかると思うんですけども、1曲目のアイランドとか、あと何曲目だっけ、ストロベリーサンバとか、あと自主制作アルバムでもゆらりって曲があるんですけど、それもなんかゆったりしたこうなんかサンバというかボサノバか、感じなんで、それちょっとこうブラジル音楽というか、こうちょっとこうノリが踊れるようなジャンルが何気に一番好きです。好きなアーティストとなるとね、オレンジレンジがやっぱり一番好きで、オレンジレンジを聴いて私はこの世界に入りたいと思ってたので、きっかけとして、だから本当にそうだな。でもオレンジレンジだってやっぱりノリが良くて、沖縄ミュージックというか、エキスがあるなって思うんですけども、やっぱそういうこうノリが良くて、一番はラテンが好きかなって感じです。はい、次、ヤマハのベースを使い始めたきっかけは、ヤマハのベースを使い始めたきっかけはですね、私がその2015年にソロアルバムを出すって時に、当時そのプロデューサーだったグレイズさんって方がいるんですけど、ドラマーので、そのグレイズさんがですね、そのなんかヤマハをそう紹介してくださって、で今のヤマハのメーカーの上の方にお会いすることができて、そうで、あとその私のそのエンドースの窓口みたいな方ともお会いすることができて、そこから使い始めてます。でもその紹介していただくってなった時にどうするって話になって、その私自身はもともと日本の楽器が好きなんですね。私ヤマハの前は富士弦使ってて、富士弦ってのは長野県で作られてるんですけど、そうで、しかもね、富士弦も富士弦で私すごい深いつながりがあって、それはまたいつかねお話できたらって思うんですけども、
だから結構なんだろうな、もともと日本のメーカーが好きっていうのがあったんで、ヤマハもぜひ使いたいなってことで使わせていただきました。そこがエンドウスになったきっかけになります。うん、もう私のあのステージとかも見ていただいて、多分あんまりこうベースボーカルの子もあんまりいないし、そういうところで結構あのじゃあベース使ってみるって感じで、でも本当にヤマハの方々にすごいお世話になって、そうなんか自分が結構ソロ活動を始めて、それまでさバンドやってて、東京ブラススタイルとかシンチロリーとかいろいろやってて、でソロになるってなって、なんかすごい大変なことが起きて、なんか団体で動いてるものも大変な部分はあるんですけど、その団体のものから抜けて自分一人でやるってなった時にやっぱすごく大変だなっていうのを経験してきたんですけども、そういう時にもすごいやっぱヤマハのメーカーの方にはすごい支えていただいたりとか、いろいろなんだろう、ベースセミナーの時もなんか自分に足りてないこととかいっぱいこう話してくれたりとか、なんだろう、打ち上げ、反省会という名の打ち上げとかあったんですけど、ベースセミナーの後とかやっぱこうなんかみんな熱くこうなんか話せるのがすごい嬉しくて、なんかやっぱどの立ち位置の人でも、そのミュージシャンでもこうメーカーの人でも、どの立ち位置の人でもやっぱりなんかこうなんだろう、自分の信念を持って熱い気持ちでこうやってる人がすごく好きだし、私もそういう風にやっぱやっていきたいっていうのがあるので、本当にヤマハの方には頭が上がりません。はい、ちょっと話がずれてしまったんですけども、使い始めたきっかけはそんな感じです。はい次、ベースを鳴らしてると赤ちゃん起きて泣きませんか今まさにね、本当にすぐそこで寝てるんですけど、今日はね午前中にいっぱいちょっと児童センターで遊んできたので、なんかこういうこと話すとねすごい子育てママっぽいんですけど普段ベース弾いてるね動画ばっか上げてるんで、そうなんですけど、今もう1歳なんですね。で1歳半間近なんですけども、やっぱりこう普段起きてる時めちゃくちゃ行動的で、もうすごいこう走り回ったりとか、一人でおもちゃで遊んだりとか、なんか私自身も結構手が空いてくるようになったんですね。だからそうやって娘が昼寝をしてて、私がちょっと手が空いてるとビゴライブやったりとか、あとベースの練習したりとか、もうベースってなると確かにやっぱり音を出すとかってなると結構起きちゃったりとか、スラップもかなり生音でも大きいじゃないですか、バキバキしてて、だからそれで泣かれちゃうの大変と思って、やっぱりあんまりベース弾いてないです、昼寝は。で夜寝たりしたら結構もうほとんど今起きないんですよね。だから前まで授乳中だった時は結構やっぱり起きやすくて、 2,3 時間前に起きたり、もうすっごい寝不足で、もうめっちゃ辛い、私自身もやっぱ結構辛かったりとかして、日中眠くてあんまり行動できないとか、それで結構落ち込んだりとかねあったんですけど、今はわりかし昼寝も結構がっつり寝てくれるようになったし、夜も寝てくれるようにはなったので、まあ、そんな簡単には起きないんですかね。でも起きて泣いちゃうとやっぱ大変なので、昼間はやっぱベースはあんまり、練習ぐらいで弾いてアンプ通してビグライブで本当にライブやりますみたいな、ドーンっていうのは結構難しいんですけど、まだうん。だから夜完全に寝てからで家族に見ててもらって、もしなかった場合ね、そう、今もう乾いて起きるぐらいとかだから、本当に前よりはだいぶね子育ては徐々に楽になってきたかなって感じ。まあ女の子っていうのもあるので、結構自分の時間を大切にしたがる性格なのかなと思って、なんか私が関与して一緒に遊ぶっていうよりも、自分で遊ぶ時間だったり自分でこうやってやりたいっていうことが結構好きだったりとかする子なので、わりかしなんかこうなんだろう、もう今べったり甘えるとかそういうのは前よりは減ったかなと思います。うん、はい、次、なぜベースを選んだのですか。もともとですね、私は、中学2年の終わりからベースを触り始めて、でそのきっかけっていうのが、家の近くにその親友の子が住んでたんですけど、もうほとんど幼馴染みたいな感じかな。私が長野に引っ越してきてからもうずっとすごく付き合いが長い子なんですけども、その子
と一緒に中学3年の文化祭に向けてバンドを組まないかみたいな風に誘ってもらったんですよね。でその時何やるかなってなって、で私やっぱりもうその時もオレンジレンジ聴いてたから、なんかギターってよりもベースの方に惹かれて、すごいで、なんでかっていうと多分声が高いじゃないですか声が高い方だと思ってるんですけど、自分では自称声高いって感じなんですけど、やっぱないものねだりっていうんですかね、なんか自分が声高いからそういう低い音の楽器に憧れてたみたいな感じがあったと思うんですけど、うん、で、ヨウさんのベースもすごいかっこよくて、なんかもうジャンルによって全然違うんですね。で、ベースっていう楽器だけど、そんなにさ、こうギターみたいにエフェクターかましたりとかさ、なんかもう大幅に音色を変えてるわけじゃないのに、弾き方だったりとか指のニュアンスでこんな表情変わるんだなっていうのもあって、とにかく自分にとってすごく未知の楽器。で、どんなに今でもそうですけど、深く、こう追求していっても飽きないんですよね。それは今もそうなんですけど、だからその当時そういう魅力的だなっていう風に思ってベースを始めたっていうのがありました。まあ、やっぱりオレンジレンジのヨウさんきっかけだし、自分にないものっていうのもあるし、うん、でもなんかギター、普通ねギターとかさしか、こうなんだろう、メジャー的なこと考えると、その当時なんかベースがメジャーじゃないってわけじゃないんですけど、普通にこう考えた時にそこまでも楽器触ったことなくて、まあ、ピアノはやってたけど、うん、なんかこう純粋にベースに惹かれる何かがやっぱあったんですよね。うん、なのでそういう感じですかね。はい、次、おー、 YMO のベースはどうして弾くんですか？親の影響ですか？それとも個人的に細野さんのベースがすごいと思ってらっしゃるんですか？来ましたね。ここ最近すごいありがたいことに YMO の動画の再生数がめちゃくちゃ上がってて、コメントもすごくいっぱいいただいてて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もともと YMO をやろうと思ったきっかけは、多分もうちょっと前になるんですけど、自分のとこに多分リクエスト来てたんですね。リクエスト、私にベース弾いてみた動画、なんかこうやってほしい曲ある方は随時募集してますみたいな感じで言ってたので、多分それで YMO の曲やってくださいっていうの来てたんです。わかんない、 SNS ね、どれで来てたかちょっと忘れちゃったんですけど、 YouTube とかインスタとかアメブロとか、うん、そうで、あ、 YMO かと思って、まあ、YMO はもうだってどうして弾くんですかって普通に有名じゃないですか普通に有名だし、なんか多分わかんない、初めて私を見る方はなんでこんな小娘がって思うかもしれないんですけど、一応私そういう音楽環境で育ってきたし、あ、そう、ちょっと言いたいんですけどって、そう見られやすいんですけど、私の中では結構普通かなと思ってて、だって細野さんですよ、もう日本を代表するベーシストだし、そもそも細野さんって言えばもう和製ジェームス・ジェマーソンとか和製チャック・レイニーみたいな感じじゃないですか。もうモータウンっぽいし、ベースラインも、私もともとジェームス・ジェマーソンよりは割とチャック・レイニーのが好きなんですけど、モータウンのベーシストね。だから細野さんを語る方はジェームス・ジェマーソンとかチャック・レイニーを知ってると思って私は手で話すんですけど、だから私はそういうベースラインもすごく好きだし、だから YMO っていうよりも細野さんっていう方で割と認知してるって感じですかね。うん、だけど YMO だってやっぱうちの親も聞いてて、うちの父もすごい好きなので、やっぱちっちゃい時からそういう環境に聞いてるから、なんか好き嫌いとか、なんかそのなんて言うんだろうな、親の影響じゃないとか言われると難しいんですけど、もう聞いてきちゃってる音楽なので、うん、なんだろう、自然に弾いたって感じですかね。だからといってもちろんなんかファンクラブ入るほど好きとかではないんですけど、私の中ではやっぱミュージシャンとしてとても尊敬する方々なので弾いたという感じですね。まあ、細野さんのベースはもともとすごいと思ってました。ベースライン的にもすごい好きですし、こう8部で動くやつだったり親指で弾く奏法とか、本当にいろんなニュアンスがあるのですごく好きだなという感じですかね。うん、そうで、同じような質問で YMO の楽曲を選曲されるのは誰の影響、自分の音楽性ですかっていうのあるんですけど、まあ、先ほどお答えしたような感じですね。女性の方かな、これは。なんでそんなに童顔で可愛いんですか、そして今日の夕飯は何ですかありがとうございます。可愛い、
可愛いはなんか言われ慣れてないのですごい変な感じなんですけど、まあ、童顔なのはうち自身がみんな童顔で、私兄とかもいるんですけど、兄も本当にめっちゃ童顔なんですよ。前髪とか作るとめっちゃ童顔に見られちゃうから嫌だみたいに前言ってたし、まあ、父も母もわりかし童顔の方なので、パーツが全部丸いからかな、丸丸丸みたいなパーツが丸いから童顔なのかもしれませんそう、今日の夕飯は最近そうめんにハマってて、でそうめんかな今日は、あのイボの糸ってわかりますか、兵庫県のやっぱりイボの糸ってやつ。あの私ですね、昔兵庫県に住んでたんです、親の転勤で。姫路に住んでたんですけど、小学生の時の社会科見学で、あのイボの糸の工場行って、でもう本当に作りたての乳麺食べてめっちゃ美味しかったっていう思い出があります。そこにいた時もだし、まあ、離れてからも芋の糸が好きなんですけど、今日も芋の糸でそうめんやろうかな。次の質問、自分が長野県民なんだなと思う瞬間ありますか。これなかなか難しいんですよね、長野県民なんだな、そもそもですね、私は松本市出身というふうに言ってましてなんですけども、ずっと育ちが松本ということではないんですね。さっきもお話ししたように兵庫県に住んでたこともあったし、一応生まれはその両親の関係で一応こっちなんですよ、里帰りってことで、もう両親も長野出身なので、でこっちで生まれたんですけど、育ちが幼稚園ぐらいまでは横浜だったんですね。で横浜、その後兵庫の姫路で、姫路の後長野で戻ってきて、で結構上京するまで、もうそれが小学校4年から大学上京するまではずっと松本でした。だからやっぱ青春時代とか、こう主な友達、一緒にそういう時間を過ごしてきた友達っていうのはやっぱり松本が一番メインなので、なので松本出身っていうふうにも言ってるんですけど、でもそもそも親が長野県出身だったから、生まれた時から結局どこにいても、全国のどこにいても夏休みとか年末年始やっぱり長野に戻ってきてたし、あのおばあちゃん家行き来るっていう時にね、だからなんだかんだやっぱ長野は自分のルーツなので、まあ長野県民かなっていうふうには感じるんですけど、自分でそう思う瞬間はね、てか私の両親が安曇野出身なんですね。ほんと美味しい水ですよ、美味しいお水の安曇野出身で、でなんかね、もうね、方言っていう方がすごいの。だからお母さんとかおばあちゃんたちと話してるとやっぱ方言めっちゃ出るんですよ。まあ、あずなにやってるだとか何やってるだ、でも自然に出ちゃう。こうやって今言おうとするとちょっと難しいんだけど、会話の中だと普通にやっぱ言ってて、自分で方言を。そうだから、なんかそういう時に、ああ長野県民だなっていう風に感じます。まあ、安曇野だからかなっていうのあるんですけど、感じかな。はいはい、ではとりあえずこのことでおしゃべりする質問、最後の質問、何年ベースをやっていますか。何年、先ほど冒頭の方で話したように、私は中学2年だから14歳かの時から、今30歳なので6月に30歳になったばっかなんですけども、16年です。16年ベースをやってます。で大学に入るまでは独学でやって、まあ、父に教えてもらったり、あと教本見ながらやったりしてました。で大学入ってからは、小音楽大学ポピュラー音楽専攻ベース、違う、ポピュラー音楽コースベース専攻だ、でベースを学んで、そこから、大学卒業とともにですね、東京ブラススタイルのプロデューサーの方に私のライブを見に来ていただいて、まあ、その前に自分がね、そのブラスタ調べて、そのなんだろう、書類というか情報をお送りして、で大学でちょうどライブ実習っていうライブをする授業があったので、その時にプロデューサーの方に見に来ていただいて、で、あ、じゃあオカピよろしくみたいな感じで、もうその1ヶ月後にはあのフランスで仕事だったんですね。1週間モンやばい、なんていうとこだったっけ、モンチューノ、それ違うだ、モンチューノだ
モン、なんかね、モンなんとかの森っていうのがあるんですけど、そう忘れてしまったんですが、そこで1週間ライブをやってっていうところから自分のプロ活動がスタートしました、うん、詳しくはですね OKAPY 8日目で検索すれば私の情報がいろいろ出ると思うので、よかったらぜひ見てください。で最後に、そうちょっとね嬉しいことが、ここ最近私の自主制作アルバムがすごいこう売れてて、なんかそうかなり注文数が入っているんですね。なので何の影響だろう、 YouTube の影響かビゴライブなのか。まあ最近こうやって自分が発信して、オカピいいって思ってもらってる人に CD を買ってもらえてるというのはすごく嬉しいことです。本当にありがとうございます。で、まあ、先ほど話したように、私今まだ子育てしてて、で徐々に音楽活動にこうねシフトをゆっくり戻していこうって時に、やっぱり世の中がこういうコロナウイルスで大変な状況になってしまったので、やっぱりミュージシャンとしても自分の思った通りにはなかなか動けないんですが、ただでさえね子育てしてるからやっぱり時間の使い方がすごく難しいんですけど、でも私はそれでもやっぱ自分の好きなことをやっていきたいなと思ってるし、私にとってやっぱり音楽やベースとかベースボーカル、自分の音楽を発信し続けたりとか、ベースの楽しさを発信し続けることっていうのはやっぱり自分にとってやるべきことだなと思ってるので、本当にまあなんだろう、もう本当に死ぬまでとかじゃないけど、何かをきっかけにやめるっていうことは絶対したくないし、だから今回も結婚、妊娠、出産って経て人生が大きく変わったこの 2,3 年間でもあったんですけど、でも実際にこうして今 YouTube とか Instagram とか SNS を通して皆さんに音楽をとかベースを発信し続けることができています。なのでこれからも自分らしくやっていきたいなと思ってるので、これからもぜひ応援をよろしくお願いします。うん、でそのベースの実技、なんかね、ペダルボードとか、あとベースの奏法とかに関しても質問が結構いくつかもらってるので、それはまたちゃんとベースと機材を使ってご説明をしていけたらと思います。ではまたその動画も楽しみに待っててください。ではでは、オカピーへの質問パート1かな終わりになります。ありがとうございました。